人民の意志は、ロシア帝国の反体制テロ組織。組織的テロリズムの草分けとも言うべき存在である。人民の自由とも呼ばれる。ナロード2期の秘密結社、土地と自由から分裂した過激派によって1879年に結成された。フランス革命に影響を受け定政の妥当と農村共同体を母体とした。 社会主義をスローガンに掲げていたが大衆からは支持されていなかった。最終的には革命は大衆の参加を必要とすると考えていたがそのために最初に皇帝を暗殺して大衆の価値観を変え反乱勃発を促そうとしていた。1879年11月にはクリミアから帰還する皇帝を狙った。 サーリ専用列車爆破を計画するが失敗し、翌年には、東急爆破事件を起こして5人を殺害した。そして1881年3月1日に、ソフィア・ペロフスカ屋敷の下で、アレクサンドル2世の暗殺に成功する。この事件では、キバリ父式手投げ爆弾が使用された。事件後の3月10日に、アレクサンドル3世に公開状を送り、 政治的自由の交付、大社、政権議会召集を条件に、テロ中止を申し入れたが、政府はこれを無視して、弾圧を加え主要メンバーは逮捕された。4月には、皇帝暗殺受験関係者のペロフスカやら5人が、公主刑に処せられた。その6年後、1887年3月1日に、アレクサンドル・リアノフラが、 皇帝アレクサンドル3世の暗殺に失敗し、組織は壊滅した。この組織の戦略は、国内外の革命家やテロ組織に大きな影響を与えた。ABCDE、人民の意志。ことバンクブリタニカ国際大百科事典小項目事典。2019年6月7日閲覧。ABCDEF、人民の意志は、人民の意志派、ナレッドネジャ・バリア。 コトバンク、世界大百科事典、第2版、2019年6月7日閲覧。ナロード2期、コトバンク、ブリタニカ国際大百科事典小項目事典、2019年6月7日閲覧。国際社会革命党、プロレタリアート、コトバンク、ブリタニカ国際大百科事典小項目事典、2019年6月7日閲覧。 人民の意思、ことバンク、デジタル大事宣プラス、2019年6月7日閲覧。ありがとうございます。